お待たせ。あ、ゲン、私もさっき来たところ。この人が彼氏のゲン、年上の社会人。ねえ、今日はどこに行く？ああ、適当に決めといて。また LINE？ 仕事の連絡だよ、社会人は大変なの。学生のソラちゃんには分かんないだろうけどさ。ゲンってはいつも LINE 見てばっかり。デート中もずっとこの調子。でも仕事だと言われてしまうと何も言い出せなかった。そんなある日のおうちデート中。ピコンピコン。あ、また連絡来てるよ。仕事じゃない？ああ、スマホ取って。うん。あれ、なにこれ、仕事の連絡でハート使う？ねえ、このメッセージって本当に仕事？なんだよ、疑うのかよ。私だって疑いたくないけど、内容がどう見ても仕事じゃないよ。ああ、お前人のライン勝手に見るなよ。見るつもりはなかったけど、通知画面に入っちゃったの。そっか、見えちゃったなら仕方ないな。実はそれ元カノなんだ。もちろんとっくに別れてるんだけど、俺と別れた直後に重い病気が見つかって、もう手の施しようがないらしい。そんな重い話。それで精神的にもだいぶ参ってるみたいでさ、余命数ヶ月って言われたら俺も冷たくできなくて、ソラに心配かけたくなくて仕事って嘘ついた。本当にごめんな。でも信じてほしい、俺が愛してるのはソラだけなんだよ。ゲン、そうだったんだ。ゲンは優しいから放っておけないもんね。疑っちゃって悪かったな。浮気じゃなくてよかった。ゲンが元カノとの関係を完全に断てないのは複雑だったが、事情が事情だけに私は何も言えないまま2週間が経っていた。今日も LINE。 元カノさんかな、そっとしといてあげないと。あ、もう2時間経ってるじゃん、そろそろ行こうか。そうね。お会計は2人で2800円です。あ、しまった、財布忘れた。ごめんソラ、ここ払っておいてくれないか？え、うん、分かった。ごめんな、俺カッコつかないよな、年上なのに。いいよいいよ、気にしないで。私だってバイトしてるんだから大丈夫だよ。これまではだいたいゲンがおごってくれてたもんね。今日くらいは私が払わなきゃ。でもその日以降のデートでも。やべ、今日金下ろすの忘れたわ。ソラちょっと立て替えといて。うん、4200円でございます。はい。悪いなソラ。うん、大丈夫。ここのところなぜか私が支払う流れになってるような。それに最近外食デートばっかり。あ、そういえば少し歩いた先に ATM が。あ、例の元カノが今すぐ来てサモナイトって大騒ぎしてる。へえ。実は最近例の元カノから脅されててさ、呼び出し多くて疲れちゃうよ。それって警察とかには相談できないの？うん、でもほら、先が長くない子に警察沙汰はかわいそうかなって。そうだけど。ソラにも寂しい思いさせてごめんな。よし、決めた、今日こそ決着をつけてくる。俺を信じて待っててくれ。じゃあな。そうして私は街中に放置されてしまった。その日からしばらくはデートもパッタリなくなってしまった。元カノとの戦いが長引いてるんだ。ソラが元カノの標的にならないように、しばらく会わないようにしよう。元カノ、元カノって、これって本当に私のためなのかな。その頃。今日は楽しかったな。今度はフレンチのフルコースとか食べに行かね。そうね。それが前にクロハが言ってたお抱えシェフの料理でもいいけど、ソラにおごらせてもしょぼい飯しか食えないからな。クロハはお嬢様だし、こいつにたがるか。ここでいいわ、送ってくれてありがとね。え、ここが家なの？ええ、そうよ。でも使用人たちの噂になっちゃうから、ここで立ち話はちょっと。使用人までいるのか。うわ、分かった、じゃあまたな。マジですごい金持ちなんだな。性格はめんどくせえけど、あいつは逃がさないようにしねえと。数日後、お邪魔します。狭くて悪いな。今度クロハの家にも呼んでくれよ。こんな部屋だと落ち着かないだろ。うんうん、私は愛する人の家にいられる方が幸せよ。どんなに質素な生活だって、愛する人と過ごせるなら人生バラ色ね。ゲンもそう思うでしょ。え、あ、うん、そうだな。聞いてた？聞いてる聞いてる。そう、その夜。最近連絡ないけど元気？元カノさんの件は大丈夫なの？バチバチの月。あ、ゲンから LINE だ、久しぶりの連絡。ゲンの婚約者です。これ以上私のゲンに手を出さないで。なにこれ、婚約者？悪いと思うなら今から怒る店に明日必ず来い。来なかったらゲンがどうなっても知らないって。そんな急に。うわ、ゲンと一緒に写ってる。まさか婚約者がいたなんて。翌日で、あんたはいつゲンと出会って浮気するようになったわけ？いいから早く言いなさいよ。浮気のつもりはないんですけど、半年前からお付き合いを。半年前？もともと私はゲンにとって遊びだったと思います。メンヘラでストーカーの元カノがいるとかで、私はその人よりも適当にあしらわれていましたし。メンヘラでストーカー？はい、連絡が1日に何百通も来て。でも不治の病で余命わずかだから放っておけないって。このスクショはゲンからもらったものです。これって私のトーク画面？何をメンヘラでストーカーで余命わずかって。とにかくゲンの本命は私で、あなたは遊びなの。もうゲンに手を出せないでよね。はい、これ。あやり、ちょっとドリンクない。あの女、半年前から付き合ってるって私より先じゃない。しかも何なのよ、富士の病のメンヘラストーカー女って。許せない。何あの人、なんてまがまがしいオーラ。でもこれは使えるわね。数十分後、ピポン。ゲン来ちゃった。
聞いちゃったってなんだよ。ったくどいつもこいつも急に。空もいきなり別れるなんて送ってきやがって。つうか飯いいかね。今むしゃくしゃしててさ、高級寿司とか食いたい気分。そうなんだ。実は私も悲しいことがあってね。落ち着いて聞いてほしいんだけど、私ずっと体調悪かったでしょ。そうだっけ。全然そんな感じじゃなかったよな。それでね、今日病院に行ってきたら病気が見つかって、もう手の施しようがないって言われて、余命数ヶ月らしいの。え、私ウェディングドレスを着てみたい。お嫁さんになるのが夢だったの。なんだって。そんな急に。両親は早くに亡くなってるし、私も余命わずかなら相続した財産は全部寄付でもするしかないけど、でもあなたが私と結婚してくれるなら全部あなたのものになるわ。私を愛してくれるなら、私が先に行った後は新しい幸せを探してもらって構わないから、お願いケン。急にクロハが天使に見えてきた。もしかして俺本当にクロハと結婚する運命なのかも。クロハの気持ちすごくよく分かったよ。こんなに俺を思ってくれてたんだね。クロハ、俺と結婚しよう。喜んで。二人はすぐに婚姻届を提出、晴れて夫婦になったそうだ。その後、ここがクロハの家？あの屋敷に住むんじゃないの？あの家は私が死んだらあなたが暮らすことになるから、私との思い出が残ったら悲しいでしょ。それに私、つつましい生活をしてみるのも夢だったの。そうか、分かったよ。金持ち。そして数ヶ月後、玄君ちょっと。あ、部長。玄君宛に電話なんだが、出てみてくれないか。あ、はい、なんか角生えてません？もしもし。ああ、あなた玄さん、もう返済期日だいぶ過ぎてるけど、利息だけでも早く払ってもらえませんかね。はあ、何の話ですか。あなた黒羽さんのご主人でしょ。奥さんの借金あなたが保証人になってるんでね。はい、近いうち会社に伺いますんで。じゃあ玄君、これは一体どういうことかね。数十分後、あら、あなたお帰りなさい、早かったのね。おっきゃー、クロハ借金って一体何のことだ。連帯保証人だからって会社にまで電話が来たぞ。どうなってる。あらら、バレちゃったのね。じゃ仕方ないわ。実は私が資産家のお嬢様っていうのは全部嘘なの。は、嘘？あの屋敷は、財産は、それにお前余命の話は。ああ、そのことなら喜んでいいわよ。病気も嘘なの。私はすっごく健康だから、これからも二人でずっと一緒に。あ、もうすぐ私たち三人になるわね。なんだよそれ。俺は取り立ての電話のせいで会社もクビになりそう。そうなんだ。じゃあ平日もずっと一緒にいられるのね。狭い部屋でもあなたとくっついていられるから幸せよ。助けてくれソラ。一方、私はというと、失恋を癒すための気分転換に新しいバイトを始めた。ああ、初めてのこれピピだったのにな。恋愛はしばらくはやめておこうかな。間違って。ソラちゃんお疲れ気味。プロテインラテおごるから元気出しなよ。ムッキー、コウジ先輩ありがとうございます。バイト先の先輩のおかげで少し前向きになれそう。あの二人がその後どうなったかは知らねえ。モナリザのたわごと LINE スタンプ第2弾発売中。概要欄のリンクから確認してみてね。